はい、お疲れ様でございます。ですね、ちょっとありがたいことにバタバタしておりまして、なかなか抽選企画の当選者発表の動画を作れないでおりました。ちょっとお待たせして申し訳ございません。で、ようやく落ち着いて抽選動画の方を撮影して編集できるようになりましたので、本当に遅くなりましたけども、これから行わせていただきます。今回ですね、25通の応募をいただきました。ありがとうございます。いやー、ちょっとね思いのほかたくさんご応募いただいて、ちょっとびっくりしておりますなかなかね、個人で用意したプレゼントなので、ちょっと根の張るものはね準備できなかったんですけども、こんなにたくさん応募していただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ではこれから抽選の方を行わせていただきます。行ってみよう。はい、ではこれから抽選の方を行わせていただきます。まず最初に、はい、こちらの渡辺進監督のアクリルキーホルダーでございます。こちらにご応募いただいたのが、はい、まずアンさん、そして長谷川ちゃんさん、はい、4人の母さん、はい、バージーさん、はい、プリンプリンさん、はい、イクイノックス横山さん、ありがとうございます。ではこちらの方1枚引かせていただきます。ではちょっとどなたが当選となるか、ちょっとドキドキしながらお待ちください。よし、ではこの方、はい、イクイノックス横山さん、おめでとうございます。こちら、渡辺進監督のアクリルキーホルダープレゼントさせていただきます。おめでとうございます。はい、続きましてこちらのエンブレムキーホルダーの抽選を行わせていただきます。まずこちらにご応募いただきましたのが、はい、チッチさん、はい、ゆとさん、はい、ぷーさん、以上の3名様でございます。では1枚引かせていただきます。ではこの方、はい、ゆとさん、おめでとうございます。では、こちらのエンブレムのキーホルダーですね、こちらの方送らせていただきます。おめでとうございます。はい、続きましてこちらのユニフォームピンバッジ、こちらの抽選を行わせていただきます。こちらの方にご応募いただきましたのが、はい、ゴロゴロニャンスケさん、はい、ムーさん、はい、ミーさん、はい、ドラマールさん、以上の4名の方からご応募いただきました。ありがとうございます。ではこちらの方々からお一人選ばせていただきます。はい、ではこの方、よいしょ、どなたかな、はい、みーさん、ご当選おめでとうございます。ではこちらのユニフォームのピンバッジ、こちらの方送らせていただきます。おめでとうございます。はい、続きましてこ
こちらの国分慎太郎選手のアクリルキーホルダー兼アクリルスタンド、こちらの方の抽選を行わせていただきますと思いましたが、こちらは、はい、こちらのトワさん、トワさんのみのご応募でしたので、トワさんの方にお送りさせていただきます。おめでとうございます。はい、続きましてどんどんいきますよ。はい、こちら荒垣選手のリストバンド、裏面はこんな風にモンテリオ山形のエンブレム、ロゴかこれが入っております。どちらの面でもお使いいただけるアイテムとなっております。こんな風にリストバンドにして使っていただいたり、あとはこのプレゼント動画でも紹介させていただいたように、はい、こんな風にして手越さんのぬいぐるみにぴったりフィットするので、ハチモキとして使うこともできます。いろんな使い方ができますので、ご自由にお使いください。はい、ではこちらのリストバンド抽選の方を行わせていただきます。まずご応募いただいたのが、はい、こちら、まずイクさん、イクさんと、はい、続きまして、はい、アムアムさん、続きましてトンさん、はい、続きましてトラップ小僧さん、以上の4名の方からご応募いただきました。ありがとうございます。ではこちらの中からお一人選ばせていただきます。はい、ではこの方、はい、こちらの方、トンさん、トンさんに当選でございます。おめでとうございます。はい、続きまして、はい、こちら、あ、間違えた、ごめんなさい。はい、こちら、夏祭りだもんのタオルの抽選を行わせていただきます。こちらのタオルにご応募いただいた方は、はい、こちら、モンテサポさん、はい、高校生ながらサポーターしてますさん、はい、キャラメルラテさん、はい、ユウアさん、はい、4人の父さん、はい、サンさんさん3がいっぱいですねはい、クレジさん、以上の方々からご応募いただきました。ありがとうございます。あと、こちらの夏祭りだもんのタオル、今回ご応募いただいた中で一番人気でした。あ、この一番人気のアイテムの中からどなたが当選するのか、1名様選ばせていただきます。はい、こちらの方、サンさんさん、ご当選でございます。おめでとうございます。ではこちらの未開封の夏祭りだもんのタオルを送らせていただきます。おめでとうございます。で、抽選の方は以上になるんですが、今回ですね、はい、こちらの岡崎健也選手のラバーユニフォームキーホルダーこちらの方ちょっとね、ご応募いただけませんでした。なんかちょっと岡崎選手がなんか火傷しちゃったみたいな感じになって申し訳ないんですけども、こちらの商品って言いますか、アイテム、これ僕の方でランダムで選ばせていただいて、お一人の方にお送りさせていただきます送りつけさせていただきます。なんて言ったらちょっと失礼な言い方になっちゃいますけども、なのでちょっとね、どなたに送らせていただくかっていうのは、ちょっとあえて発表の方はさせていただきませんお手元に届くのを楽しみにお待ちください。届いたら遠慮なく使ってくださいね。使ってくださいよというわけでございまして、抽選の方は以上となりますと言いたいところなんですが、続きがございます。続きはこちらになります。どうぞ。
はい、というわけでございまして、当選者の皆様おめでとうございます。ですね、当選された方には、週明けぐらいにもうすぐ発送させていただきます。お手元に届くまでちょっとお時間かかるかとは思いますけども、ちょっとだけお待ちください。そして届きましたらもう遠慮なく使っていただければ何よりでございます。よろしくお願いいたします。そして今回ですね、こちらの夏祭りだもんのタオルですね、こちら春日食堂さんの、さんちゃんに、僕宛てに個人的に2枚プレゼントという形で、タオルをプレゼントしていただきました。で、1人で2枚も持っててもね、1枚使わずに取っとくのはもったいないなと思ってプレゼント企画ということにさせていただきましたけども、ありがたいことにさんちゃんからですね、なんとじゃじゃーん、2枚追加でいただいてしまいました。ありがとうございます。ぜひプレゼント企画に役立ててくださいということで、本当にさんちゃんの方からもうパーンと気持ちよく提供していただきました。ありがとうございます。そしてで今回ですね、このタオル、追加でいただいたタオルなんですけども、こちらあえて抽選の対象とさせていただいておりません。というのもさっき申し上げた通り、メッセージを応募していただいた方に今回任意でメッセージのところを作らせていただいたんですね、応募フォームの方に。そちらの方でいただいたメッセージで、あ、ちょっとこの方にプレゼントしたいなっていう方がお二人おりましたので、ちょっとごめんなさい、この追加でいただいたタオルに関しては僕個人がプレゼントしたいと思った方にプレゼントさせていただきます。まずそのうちのお一人なんですけども、ですね、こちらがまずいただいたメッセージなんですけども、いつもご家族の皆さんとかお友達と観戦に行かれるっていうことが多い方なんですね。でメッセージの方読ませていただきましたら、高校生の方なんですね。で高校生ということで、まあご家族の皆さんと観戦に行かれるときは、観戦のチケット代っていうのはご両親、親御さんが出してくださるとは思うんですけども、お友達と行かれるときとなるとお小遣いとか、あとアルバイトされてても、やっぱりね、学生さんがアルバイトってなるとなかなかねいただけるお給料とのっていうのも少ないと思いますので、やはりそういった方には何て言うんでしょう、プレゼントさせていただきたいなっていうふうに思った次第でございます。でその方というのが、ニックネームで紹介させていただきますけども、高校生ながらサポーターしてますさんでございます。もうこちらの方にぜひこの夏祭りだもん追加でいただいた、ご提供いただいたタオルをプレゼントさせていただきたいと思います。もう本当に熱いメッセージをいただきましたので、ちょっとね、紹介させていただいた以外にもちょっと長くメッセージいただきまして、そのご紹介してない部分にも熱い思いが込められている方でした。なのでプレゼントさせていただきます、送らせていただきます。ぜひ使ってください。そしてもう一方にプレゼントさせていただきたいんですけども、そちらの方はですね、ゆうわさん、こちらの方にプレゼントさせていただきたいと思います。いつも観戦に来られるとき、ご家族の皆さんで観戦に来られるんですけども、まあパパさん、ママさん、あとはご兄弟の皆さん、本当に皆さん素敵な方ばっかりで、もういつもニコニコしてこう話しかけてくださるんですよ。本当に素敵な、もう憧れるご家族の皆さんで。パパさんと、そのゆうわさんがこちらのタオルの方に、応募してくださったんですけども、せっかくですから、この
ゆうあさんの方にプレゼントさせていただこうと思いまして選ばせていただきました。ゆうあさんにもプレゼントの方タオルの方送らせていただきますので、夏祭りだもんでぜひ使ってください。夏祭りだもんが終わったら、ちょっとタオル違いますけども、こんな風に、ね、可能であればこう部屋にこう貼っていただいて使っていただくっていうのもいいんではないでしょうか。ちょっとお手元に届くまでちょっと時間かかるかと思いますけども、追加で、いただいたタオル2枚、こちらプレゼントさせていただきますので、ぜひお使いください。さあ、そういうわけでございまして、いただきました、25名の方、本当にありがとうございました。本当にこちらの当選者の方にはすぐに送らせていただきます、送らせていただきますので、お手元に届くまで少々お待ちくださいませ。でまた機会があればこういったプレゼント企画を行わせていただきたいと思っておりますので、ちょっといつになるか分かりませんけども、楽しみにお待ちください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらまた次の動画もお付き合いください。よろしくお願いいたします。ではバイバーイ。